んばんは、元男の子の青木かのんと、みんなのハートに、ジャイカー声でかいコメントも読ませてもらいました。本当に皆さん温かいコメントありがとうございます。イエーイ、多分ついていけない、やっぱり今回ですね、ジャイコが動画2回目ということで、はい、再来っていうことで。最大化け物じゃない一応人間。今日は、ジャイコのことをもっとより深く知ってもらおうということで、はい、ちなみになんか YouTube のこう動画出るので、なんかやりたいこととかあります今後。でも私なんかいろいろやりたくて、はあ、でも今一番やりたいのは、タロンちゃんの動画見てたんだけど、あの、ウーバーイーツ？私、ウーバーイーツ一回も頼んだことなくて。マジっすか？本当に、なんかさ、インドカレーのさ、ナンにさ、ナンの中に虫が入ってたとかなかった。そんなことない。やばい、偏見。そしたら今度やりましょうよ。今やりたい！今どうしよう。この前私1万円もやったから、じゃあ今日は、なんか好きなもん、ボンボンボンってこう頼んでいきます。うん。これ検索とかないの？検索。検索じゃなくて、もう、こうやってボン、もう今やってる営業中のやつが出てくるって感じです。あ、そうなの？すごい。いっぱいあるよ。お寿司食べたーい。食べましょう。ねえ、待って、キーマカレーとか。ちょっと待ってね、いっぱいあるよ。個人的には、なんかやっぱり大トロとか、うん、なんかああいう系が好き。もうさすがもう売れてるから。違うよ別に。そういうの、あ、もうお金持ってますアピールだからね。大トロとか豪華ね、本当に。めんどくせえちょっと牛丼食べたい。でも美味しそう。じゃあ何盛り。じゃあこれで一人一人頼んだな。はい、これで OK です。食べました。やばい。わあ、美味しそう。めっちゃ最高、最高。なんか黒くない？私。肌は白いのにさ、顔黒くなってる。いやー、すごい。かわいい。いやー、え、こんちゃん欲しいよね。すごい、タピオカ持ってるとなんか女になれた気分。わかる。空心菜と、あ、めっちゃ美味しそう。すごい、弁当じゃん。ちょっと待って。弁当じゃん。発泡剤単品かと思ったの。はあ、はあ、やば、もう強力プレイス。これ目の前がいいんじゃない。はい。すごい。ちょっと待って、串カツやばくない？ということで、全部来たんで、今から食べていきます。イエーイ。じゃあ、いただきます。いただきまーす。いただきまーす。私は、やっぱりサーモンからいきます。すごいね、野生的。おいしい？私もさ、いや、美味しい、美味しい。美味しい。牛丼。ね、いただきます。うん。やっぱりさ、太ってさ、食べてるときちょっとさ、黙るよね。それはね、困る。ね。やっぱ喋んないとね。あ、じゃあ私、ちょっとありきたりな質問だけど、聞きたいことあって、ジャイコが女になりたいと思ったきっかけとかあります？でもなんかもう生まれた時から私自分のこと女だと思ってたから、幼稚園の記憶なんだけど、普通にトイレが男の子と女の子一緒だったの。で、私、その時から女の子と仲良かったから、うん、友達と普通に、女の子ってトイレ個室じゃん。個室のところ入ってトイレして、うん、で、そのままなんか出てきてたのね、幼稚園の時は。うん、で、そしたら、なんか、小学校に上がって、小学校に上がると、なんか、男トイレと女トイレって別になるじゃん。はいはい。で、その時あったら先生に止められて、いつも通り女の子と一緒にトイレ行こうとしたら、うん、いや、ちょっと待って、じゃあ行こうみたいな。あなたは男トイレだよって案内されて、あ、なるほど。その時、あ、私違うんだみたいな。女じゃないんだみたいな。ああ、なるほど。そういうとこで気づいたっていう。そう。だからなんか、小学校の時のプールが本当憂鬱だったよね。わかる？わかんない。多分、ジャイコと私は、多分根本が違うというか、やっぱ私は男なんですよ、昔から。うん、だから、なんか自分が女だと思ってたとかないんですよ。もう自分は男って分かってたんですよ。うんうん。分かった上で、女になりたいな、みたいな。うんうん。自分的には、男で生きてたことも、楽しかったなっていうぐらいのスタンスなんですよ。結構、私たちみたいな周りの人って、うん、男時代がすごい苦痛、もう死にたいみたいな。嫌、うんうん、やだったもん。なんかそれが逆になかった。なんか、まあ嫌だっていうよりかは、まあ、女にいつかなろっかな、みたいな感じのスタンス。結構楽観主義っていうか、うん、そういうところがあったから、なんだろう、野球の。そう、感覚いいね、それ。ずっとやれてたっていう。多分、ジャイコは素の部分は、まあ、動画ではこうやってわーってやってるけど、実際はめっちゃ女だと思う。でも女かも。だよね、うん。やっぱ私男だなっていうところが結構ある。なんか
か、あと、なんか根に持つよね。え、根に持つタイプなの？うん。全然そう見えない。女の子も根に持つよね。なんか、もう1年前、2年前の話をまた出してきたりとかするさ、子とかもいるじゃん、女の子って。はいはいはい。だから私って女だなってすごい思っちゃう。だって女友達めっちゃ多いよね。多い。女の子の方が多い。かっこいい私も、女の友達いないかって言われたらいるんだけど。え、いるの？あ、いるいる。あの、どっちかというと、失礼だな、こいつ。学生時代の女友達が多い。女になってからの女友達があんまりいない。でも、かのんちゃんって、こう見えて、なんか人見知り見えるけど、でも結構さ、社交的だからさ、すぐさ、なんか友達になれそうなイメージあるんだけどね。そう、私なんか、隠居みたいに言われるけど、うんうん、隠居じゃないから、うん。私の高校時代の写真見てよ。隠居じゃないでしょ。あれ隠居じゃないよね。ゴリラだもん。完食。あ、聞きたいこと他にもあって。何？親にカミングアウトしたとき、うん、なんか反対とかされませんでした？されなかった私。全然普通だった。うん。なんかもう家族の中でもこんな感じだったから、うん、でしょうね感がすごかった。なんか、やっぱりみたいな。高校生の時からもう化粧、お化粧してたし。うん、まあね、あれのね。そう。で、なんかもうキモいからお化粧やめなよって親に言われたこともあったけど、でも、そうなんだ。うん。なんか気持ち悪いって言われても、あ、なんかポジティブ親近感だから、あ、うん、もうまた私のことそうやって可愛いからみんなそうやって言ってんだみたいな感じで、なんか学生の頃はすごい思ってた。あの時のね。あの時は可愛かった。何？あの時って何？今もでしょ？今も可愛くない？なんで黙んの？ね、なんで黙んの？いや、これいただきます。串カツ田中、初めてかも串カツ田中。うん、ん？中にチーズが入ってる。めっちゃうまい。これめっちゃうまい。美味しい美味しい。うん、私もウィンドディッシュちょうだい。はい。うん、あ、これ真ん中のとこか。うん、私ちょいちょいタメ語使うのって、うん、なんか気に食わないとか思わないですか、当時から。うん、全然。後輩の子でも年下の子でも全然、私友達感覚で接してほしいタイプだから。あー、いますよね。そう、そういうのが楽だってさ。メモリってやたら厳しくなかったですか、そういうところ、うん、なんかドア入る時も先輩から絶対入んないとダメみたいな。やばっと思ってたでしょ。まあでも野球部出身だったからそこは慣れてるけど女になってまでそうだったんだみたいな。可愛くないよね。誰の力も借りませんみたいな、一人で生きていけますみたいな感じのなんか顔してるよね。それが私ちょっと嫌なんですよ、自分の。どうしたらいいですか？ブリッコしてみたら。ブリッコ、ブリッコで、これそんなに多く食べれない。なんかちょっと2丁目にいそうな人だよ。でもさ、かのんちゃんさ、うん、一緒に働いてる時さ、なんかクレヨンしんちゃんのモノマネとかやってくれてたよね。ぼーちゃんじゃなくて、ぼーちゃんかな。しんちゃんおにぎり食べた。似てるよね。え、誰だってできません？あれ。うん。誰でもできる。モノマネできないかな。うん。じゃ、ぼーちゃんやるね、私も。いや、違う、ぼーちゃんじゃなくて、もうモノマネしてんですよ、そのまま。誰の？前田敦子。ああ、まあ、嬉しい。前田敦子ね。フラインゲット。よかった、面白くないんだ。うん、ヒーが食べてなくない？福神祭は匂いがすごいよね。これ大丈夫かな？うん。ナンパされなくなっちゃう。どうしよう。いいじゃん、引っこもりなんだな。家から出ることないんだから。ちょっと食べてみます。福神祭全然食べたことないの。ね、美味しいよ。なんかお母さんがなんか作ってくれたことあった。お母さんだって、外国人だから。あ、そっか。羨ましい。あ、美味しい。ね、美味しいよね。なんだこれ？中華料理？うん。まさかこれ気に入ったんですか？うん。なんかさ、単品で来るかなと思ったらまさかのさ、ライス付きだからさ。米付き。じゃ、これいただきます。うん。うん。どう？大トロだ。よし、じゃあタピオカのま。隠し剣、鬼の爪、プシ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 。何なの？鬼滅？違う。ただの隠し剣鬼の爪です。やっぱ滑った。どういうこと？わかんない。助けて。うん、これめっちゃ気まずいやつじゃないですか。最後一個。日本人。ね。独特の文化。ね。なんかね、こう譲り合い精神ね。食べたい。食べた。ここでなんかゲームやった方が面白いかもしれないですよ、動画的に。じゃあ何やる？腕相撲。腕相撲？では、始めましょう。え、ここで？はい。チーズかき争奪戦開始。イェーイ！え、絶対食べたい。よーい。よーい。ドン！あ、ちょっと待って。さすがゴリラ。あ、でも、あ、かのちゃん、なんか、携帯鳴ってたよ。LINE じゃない？ LINE って来てないっすよ、別に。そう、LINE じゃない？来てないっすよ。でも鳴ってたよ、鳴ってたよ。ピコーンつってたよ。鳴ってないわ。やばい、この人。やばい、寿司ラスイチ。めっちゃうまい。じゃあ、私、いくら、ラスイチ。ほい。
はい、行きます。てか、ほんとあとちょっとですね。早いね。てか、私、串カツ頑張ってますよ。ハムカツだ。めっちゃうまい。めっちゃうめえな、これ。ジャイコって、その、前回に引き続き、なんか週1のペースで今来てくれてるじゃないですか。うん、大丈夫なんですか？週7で働いてるじゃないですか。週7で働いてる。今、掛け持ちで、歌舞伎町でも働いてるから。クラブモリーの系列そう、妹店みたいなのオブセッションっていうところなんだけど、そう、今そこでも今週2で働かせていただいて、で結構あれですか、メモリーのどんぐらいなんですか？それ言えないよ。あ、それ言えない。それはこれちょっと食べますね。うん、あ、じゃあ全部食べないでよ。クイージーやばい。あと一口ですか？じゃあ、うん、じゃあこれ最後の一口。何の時間ですか？食べ終わるまで待たなきゃいけない感じですか？うん、あ、もぐもぐタイム、もぐもぐだ。あ、もぐもぐタイムね。うん、これご飯一口でいこうかな、私。でっかいご飯。いただきます。でもなんか、ジャイコが食べてるの見ると、すごいなんか何でも美味しそうに見える。なんか美味しそうに食べるから、そういうとこだよな。違うよ。全部美味しいんだよ。あ、なるほどね。美味しそうに見えるとかじゃない。全部美味しいんだもん。完食。それでは、クルシンさん。ラストの瞬間いいのかな、私がいただいちゃって。もう全然。食べたんだ。13,500円くらいですか。結構すごいですからね。うん。ラスト。はい。いただきます。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こういう、もうザ・ユーチューバー的な企画じゃないですか、今日の。うん。どうですか、やってみて。ね、楽しかった。なんかみんな、すごい、ガチだなって思った。今まで、ずっと一人だったからさ、うん、こういうのあんまり やれなかったんですよ。あ、そうなんだ。やったけど、どっちかって言ったらやっぱ、マンネリ化しちゃうとか、間延びがやばいっていうか、一人だから、一人ごとじゃないですか、結局。うん。引きこもりだからね。あ、なんだっけさっきのカノンちゃん。ドゥクシだっけ、なんだっけ、鬼。隠し剣、鬼の爪。ピシピシピシ。隠し剣、鬼の爪。ピシピシ。なんか私も滑ったんだけど。うん、そろそろエンディングいきます？え、でもほんと楽しかった。え、終わるのがなんか、悲しい。え、どんぐらいですか今。え、今まだ腹3分目。あ、マジっすか？うん。まだいける。え、パエリア食べた。では今回、13,500円分のウーバーイーツ食べ放題してきたんですけども、少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン。グッドボタン。チャンネル登録評価お願いします。お願いします。あと、ジャイコのインスタグラムもやってますので。やってる。はい。画面の下にありますので、そちらもぜひチェックお願いします。見てください。お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。なんすか今の顔。